前にロナウドがユナイテッドに行った提言が全て当たってしまう WWW。 2年前のロナウドのユナイテッドへの提言。グレイザーカワーカン、シチ、リアプール、アーセナルのように、ビッグクラブに舞い戻るためのサポートがチーム内にはない。ファーガソンが去ってから施設に何の進化もなく、10年以上前から時が止まったままだ。名門復活のためには現状を全て変えないといけない。さすが歴代最高 CR7、全くその通り。ロナウドがずっといたら変わってただろうな。ロナウドじゃないとこんなことは言えないし、ユナイテッドのことを思ってるからこその発言。ユナイテッドが18点取って、得点ランキング3位のロナウドを放出したのくさ。ユナイテッドの責任を全て押し付けられたロナウドがかわいそう。ロナウドが2008年にいた時と、復帰した時と施設が全く変わってなかったのおもろすぎ。なんで気になるのに施設変えないんだろうな。ユナイテッドで勝利への執念が唯一あったロナウドを手放した時点でお察し。ロナウドからもっと学びたいユナイテッドの若手は多かっただろう。あのチーム状況、かつ36歳とかで18点取ってたロナウドさすが。監督やったらめっちゃ名将になりそう。ロナウドがこんだけ言っても右から左に聞き流すのがユナイテッド。ロナウドがユナイテッドを見限っただけ。